婚約者タッチ、こんにちは。ツッコミゴードです。どうもどうも、今日の動画へようこそ。楽しいぞ今日も。昨日な、ちょっとバイリンガールとのコラボの動画、ちょっとコメント見てたんだけど、なんかコメント欄でみんなゴードのこと褒めてくれるから、ウィヒヒって読んでたんだけど、その中ものすごく EQ も高い人なのでしょうねって、ロックダイナマイトという人がコメントしてくれたんだけど、まあ、とりあえず EQ は IQ の間違いかなと思って、その下にも IQ の間違いですかねって違う人がコメントしたんだけど、でもあれ違うらしい。 EQ は心の知能指数なんで、 EQ というのは初めて知った。 Emotional Intelligence Quotient、 まあコミュニケーション能力が高い人はEQ も高いっていう感じで、 EQ 高い人なのかなと思って、このコメント、うわこのコメント欄で EQ が高いって言われてるから、実際ネットの測定テストやって確かめようかな。 EQ は何なのかちょっと調べたんだけど、情動の知能指数、いわゆる頭の良さを指し示す IQ 知能指数に比べたら、概念 IQ が主に知能の発達速度を示すのに対して、 EQ は仕事への取り込み姿勢や人間関係への関心の 度合いなどを感情、やばい日本語勉強しないと俺度合いなどを感情という視点から測定する指数。社会的に成功するものの多くは情動を調査する能力に長ける日本語うまいで俺、能力に長けているとされるが、 EQ では問題処理能力や事務処理能力に加え、環境に適応する能力や仕事に対するモチベーションをコントロールする力など知能を多面的に捉えたより実質的な判断基準として、開業の採用や人材なんちゃらなんちゃらなどの判断材料となっているということです。みんな分かりましたか？まあ、IQ は単なる頭がいいかどうかで、EQ は、まあ、もうちょっと実用的な賢よさとか、なんか人の感情とか、人とコミュニケーション取れたりする意味かな。EQ 高い人は、まあ、人の感情を読み取れたりとか、あれ、モチベーションさ、モチベーションの話なんだ。環境に適応する能力や仕事に対するモチベーションをコントロールする力。おお。まあとりあえず EQ 測定テストやってみようか。はい、EQ 高いのかな、ゴード。まあ EQ 高い人はなんかちょっと担任のこと、感情分かったりとか、自分の感情も綺麗に見える。まあ俺結構自分以外の人間ちょっと分からないんだけど、見てこの人なんだろうとか、何考えたんだろうというとこたくさんあるけど、まあ自分の感情だったら多分、ね、見えてるつもり、自分は。悲しくなるときは、あ、この理由で悲しくなってるね、そっか、みたいな感じ、行動。ちょっとロボットに近いかな。まあ、とりあえず、ちょっと、EQ は なんだかちょっと分かりきってない気がするんだけど、EQ 測定やってみましょう。本テストはハーバード大学心理博士のダニエル・ゴールマン、これ博士って読むんだっけ、博士によって作成された10の問題です。正確な測定のため、自分の心に素直な回答をしてください。満点は200点、平均値は100点です。じゃあ100を超えてないとあかんな、ゴード。まあ100点を超えなかったら、ゴードは人間の感情を持ってないってことな。よし、
飛行機に乗っていったら突然乱気流に巻き込まれ、機体が大きく揺れ始めました。この時あなたはこの4つの中で選ぶか。注意を奪われることなく本や雑誌を読んだり映画を見たりし続ける。知能の変化に注意し、放送に身を済ませたり、念のために緊急マニュアルを見る。どちらも少しある。想像がつかないのでわからない。おお、想像がつかない人はいるんか。まあ、ゴードは多分どちらも少しある。まあ、揺れてたらそのまま、映画見てたらそのまま頑張って見るんだけど、ちょっと緊張する。気を張るみたいな感じで。まあ、どちらも少しあるな。4歳の子供たちを連れて公園で遊んでいたら、一人の子がみんなと遊んでもらえず、大声で泣き始めました。この時はあなたは関わらない、子供たち自身で解決させる。その子に話しかけ遊んでもらえるよう考える。優しく泣くなという。注意をそらすため他のおもちゃを与える。これ言うとくが、これめっちゃ場合によるからな。その子供どんな子によるし、周りの子たちどんな子とかいろいろね。こんな簡単、まあとりあえず俺泣くなって言いそう。もう泣くなっていいって、いいって、もうみんなで遊ぼうよほらみたいな。多分ゴードは多分自分も混ぜて子供たちと遊んで、でその泣いてた子も連れて行ってみんなで遊ぶ。でもその選択肢はないから遊んでもらえるように考えるだな。中間テストの時どうしても A が取りたい科目で C の成績しか取れなかったとしたら、あなたは細かく学習計画を立ててそれを実行する。今後しっかり勉強しようと決心する。その科目の成績が悪くても大したことない、大したことじゃないと考え、もっと成績のいい科目に集中する。その科目の担当教師のところに行き、いい点をくれるように頼む。これも2つも選びたい。ゴードは多分いい点取れなかったら、まあこの科目ぐらい別にいいんじゃないかって言うけど、自分の中で今後はしっかり勉強しようと決心する。どっちでもある。ゴードはまあとりあえず勉強するって決心するよな。火がついて燃えるぞみたいな感じあなたは保護会社のセールズ、あなたは保険会社のセールズをしてますが、15人もの客に長話をして誰にも売れず悲しくなってきました。この時あなたはもうとりあえず保険会社のセールズの仕事やりたくないから、絶対やだ。その頑張って人に話して、ぜひお願いします買ってくださいとか、そういうね、無理無理無理。まあ今日は運がなかっただけ、明日は好き一日と考える。明日はこの前日だと考える。ああまあわかるわかる。セールズに向いてないのではないかと考える。次の客こそと考え、賢明な態度を維持する。他のセールズマンの客を取ることを考えるどうするんだろうな。まあ多分セールズの仕事好きでやってるんだったら、今日は運がなかったで明日また頑張るっていう感じでだな。これはよし。あなたは人種差別を許さない会社で社長をしています。ある日
社員が人種差別的なジョークを言ってるのを耳にしたら、あなたは構わない、単なるジョークだ、後でオフィスに呼び出し厳しく叱りつける、そのようなジョークはあなたの会社に ふさわしくないと、その場ではその場ではっきり注意する。人種差別反対団体の研究に参加させる。まあ自分だったら多分その場で注意する。おい、そこら、その前あんな人種差別的な発言だよ、おい、俺の会社で働いてな、何のつもりだよ、みたいな感じ。よし。友達の車に乗っていると、突然前に車が割り込んできました。友達がひどく怒っており、なだめようと思います。あなたは、事故も起きなかったのだし大したことではないと忘れるよう言う。友達が好きな音楽をかけて気を、ま、散らわせる、ま、紛らわせる。一緒に割り込んだ車のドライバーを怒り、自分は友達の味方だと感じさせる。自分にも同じようなことあって、その時は腹が立ったか、立ったが、後でその車が事故に遭い、緊急車で運ばれた話をする。俺多分、友達と一緒にちょっと怒る。もうなんだこいつ、もうあいつ完全に悪いんだよ、みたいな感じ起こって、それでちょっと気持ち、そういう怒った気持ち全部出して先に進むみたいな思考なんで、多分一生に起こるんだよね。恋人と激しく喧嘩 しました。怒りのあまり思わずお互いの人格を攻撃してしまいました。この時あなたは、そっか、俺も婚約者たちとあの喧嘩することもあるんか、いい、20分ほど間を置いてその後話を続けることにする。話をやめる。相手に何と言われようと何も言わない。こちらから謝って相手にも謝るよう言う。まず少し話を聞いて自分の考えを整理してから、できるだけはっきり自分の立場を証明する。多分ゴードは自分ちょっとタイムってして、自分 の考えを整理してからまた伝えようとするかも。ゴードはこれ正直に答えないと。新しい職場に配属され、リーダー格のポストを任されました。ここで面倒な問題を解決するとき、あなたが最初に何するのは、みんなと一緒に議論する時間を持つため、ぎじ日ほどを書きつける。適当な時間を与えて、お互いの理解を促す。一人一人に問題解決の方法を言わせる。ブレインストーミングをし、どんなに突拍子もない意見でも発表させる。おお。まあ、どっちにしても多分ゴードはみんなに聞くんだな、ゴードは。多分4。みんなでブレインストーミングして、どんな変な意見でもなんか一応聞いといて、それから考えるよな。あなたは子供の頃習ったきりずっと機会がなかった楽器を最近また習い直しました。有効に時間を利用したいと思っていますが、あなたは毎日きっちり練習する。少しずつ能力を伸ばす短い曲を練習する。気分が乗る時だけ練習する。一生懸命必死で練習してやっとマスターできる曲を練習する。こういうのはさ、
あのその楽器やって何を達成したいかによる。これはあの本当にまたやり始めるけど、本当に趣味でなんかちょっとたなんか昔楽器やって楽しかったから、もう一回ちょっとその楽しい思いしたいでやってたら、あの自分が乗るあの気分が乗る時だけ練習するじゃん。でそれでいい、あのしたい時だけやればいい、そんな趣味のようなもの。でもまあもうちょっと極めていきたいとか、なんかもうやっぱりこれでちょっと稼ぎたいとか、何か人の前で演奏したいなら、もう一生懸命必死で練習やってマスターできる、あのマスターできる曲を練習するのもありし、でもそれちょっと人の前でパフォーマンスしたいけど、まだちょっと趣味とかなんか楽しくやってる気分でやってたら、あの少しずつ能力伸ばす短い曲でもありし、それかなんか毎日仕事とかそのスケジュールようなあの仕事あったら、毎日きっちり練習するのもあるね。あの毎日仕事帰ってきて30分だけ練習して違うことやる。まあ毎日きっちり練習するのはその練習時間以外は別に考えなくてもいいからね。あのそっちの方が精神が楽と思う。あのスケジュールに入れてこの30分だけこの楽器やって、その時間終わったらもう考えなくてもいいみたいな感じ。まあどっちでもあり、これおいどっちでもありなのに、これ一つ選んだらゴードの EQ が決まるっていう。まあ多分、まあ多分そのでかい目標なければ、ゴードは目標ないと気分が乗る時だけ練習する。お出た低い。ゴードの EQ は85、平均より低いよ。勉強する余地あります。反省します、ごめんなさい。ゴードは人の感情わからないんで。85 せめて100超えるかと思って、だって俺バイリンガルのコメント欄で EQ 高いって言われてんだから。あ、なんだこのふざけた。でもまあでもこういうテスト、まあもともとあんまり信用してないからな。あの毎回その4つの選択肢の中でどっちも微妙だと思ってたからな。子供の話とか自分の楽器をやるとか、あの問題解決とか、本当にそのバーの人たちによる、周りどんな人たちがいるとか、人が決めるときはこんな簡単な場面じゃないからな。もっとたくさん関わってくる。それ全部一気に考えて、あの行動しなくちゃいけない。あのカメラのメモリーカードを、あの動画撮る前にそのメモリーカードの入ってる動画全部消すの忘れたから、ちょっと今有料いっぱいになったんで、最後は携帯で撮るんで、みんなあのまあゴードは EQ 低い人間なんだけど、みんなちょっと結婚して欲しくて、そしてこれからもあの応援お願いします。 EQ 低い人でも。じゃあまたね。